いけなるで朝の復活エレベーターの復活おめでとう。あとキーボード谷口ボシボシお呼び出して谷口もひげおじんまでやんの。<笑> これで最後の番だよから後ろ気にせんでいいのでゆっくりやろうね。みんなもねゆっくり楽しんでる。ちゃん飲んでる。チケット余ってない。飲むよ。お茶があんまり<笑><笑>すいませんね。あの一番前のお前はうちの息子なんだけどね。 絶対につまなかった。もっと盛り上げるから。次の曲はですね、マサルアンドグレの古い曲なんですけど、作曲者、作曲作詞者の浅野徹、アレンジギター曽我浅野徹、演出監督浅野徹。 感じの曲なんですね。彼の切ないファーストライブじゃないな、何番目かのラブを歌った曲なんですね。曲が切ないんだけど浅野やと思わんで聴いてもらえると楽しんでもらえるかなと。 そう、あの、アッサのという歌詞が出てきますからね。そこだけ、あ、しまったと思ってもらったら。みんな、そんな真面目に見てもらんでもいいのよ。飲んで喋ってもらって。喋れるもんやったなって感じもありますけどね。 ね、楽しんでくださいね、ぜひぜひ。これ覚えて帰るといいことがあるかもしれない。ないか。行こうか。 Oh my.
最後の声で名前20でした。制作監督演出ギターソロ全部はその通りです。どうもありがとうございます。じゃあ次の曲もマサル&ブルの古い曲と古い輩が登場するんですが、続いてのドラムはキャッ